パーマーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の南西部、ハンプデン郡に位置する都市である。スプリングフィールド大都市圏に属している。2010年の国勢調査では、人口12,140人だった。2004年に自治憲章を採択し、市政委員会、マネジャー方式の政府形態をとっている。市の形態の政府を申請し認証されながら、その公式名には、 町を残すことを望むことで、マサチューセッツ州内14自治体の一つである。パーマー氏の中には、ボンズビル、ソーンダイク、デポビレッジ、スリーリバーズの小区分がある。パーマーは4つの別々に特徴あるビレッジで構成されている。デポビレッジは、通常単純に、パーマーと呼ばれにちなんで名付けられた、その他、ソーンダイク、スリーリバーズ、ボンズビルである。 これらビレッジは18世紀にそれぞれ特徴ある性格を発展させ始め、19世紀までに人口増加を反映して2本の鉄道と1本のトロリーが開通した。強科ビレッジは独自の郵便局と消防署を持っている。パーマー初の入職者はジョン・キングであり、当時パーマー・インダストリーズを代表していた。キングはイングランドのサフォークにあるエドワード・ストーンで生まれ、 1716年、クアボーグ川の岸に自分の家を建てた。スコットランド・アイルランド系長老派教会員の大集団が追従し、1727年に到着した。1775年、マサチューセッツ国は公式にパーマーを法人化した。パーマーの名称は裁判所長官のパーマーから取られた。デポビレッジは19世紀後半に、 パーマーの商業と事業の中心となり、今日まで続いている。パーマーの工業は、ボンズビルで発展した。18世紀、製材所と製粉所が川そばに設立され、1825年までに、毛織物工場が繊維を生産し始めた。ブランチャードサイスファクトリー、ライトワイヤーウールンミルズ、ホールデンフラーウールンミルズが主要工場となり、大量の労働者用住宅を建設した。 1900年までにボストンダックが町で500人以上を雇用していた。20世紀には移民の出身地をそれまでのフランスやスコットランドから主にポーランドやフランス系カナダ人に変えていった。パーマーの町はマサチューセッツ州の多くの町のように浄水供給部門を持っていない。その代わりにパーマー、ボンズビル、スリーリバーズがそれぞれに独自の浄水部と消防部を持っている。 各消防部には他の町と同じような消防署長がいる。ソーンダイクは独自の消防部も浄水部も持たず、その代わりにパーマーと契約している。ソーンダイクの消防部は第二次世界大戦の後に解体された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は32.0平方マイルであり、このうち陸地31.5平方マイル。 水域は0.5平方マイルで、水域率は1.53%である。パーマーの南西には、ルドローとウィルブラハムの各町、北西はベルチャータウン町、北東はウェア町、東はウォーレン町、南東はブリムフィールド町、南はモンソン町に接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 スポーツカークラブオブアメリカのニューイングランド支部がパーマー氏と街の近くに新しいロードコースを建設することで合意に達した。そのパーマーモータースポーツパークはカリフォルニア州のバトンウィローレースウェイパークと類似したやり方で運営され、ニューイングランド支部が結成した有限責任会社に所有され運営される。ニューイングランド支部が現在使用している。 ニューハンプシャーモータースピードウェイとコネチカット州のライムロックパークの2つのトラックと同様に支部が期間レーストラックを所有し大いにナスカーに使われることを保証するものであるパーマーへの恩恵としては年間資産税5万ドル地元ガソリンスタンドレストランモーテル小売店などの売上像であるパーマーモータースポーツパークは2014年末の完成が目されている クアボーグヒル商工会議所はパーマーに本部があり、200社以上の会員に政治、社会、経済問題に関わる声を提供することでクアボーグ、バレエ地域での事業と社会の発展を提唱するものである。キャンプラマーインニューイングランドがパーマー市内にある。パーマー市には4つの学校がある。キューミルポンド小学校は幼稚園生から4年生。 コンバース中学校は5年生から7年生、パーマー高校は8年生から12年生を教えている。パスファインダー地域職業訓練高校も市内にあり、9年生から12年生を教えている。パーマーユニオン駅パーマーは7つの鉄道の町と呼ばれてきた。その鉄道とは、ボストンオルバニ鉄道、セントラル、バーモント鉄道、ボストンメイン鉄道、 ウェア川鉄道、セントラル、マサチューセッツ鉄道、ハンプデン鉄道、サザン、ニューイングランド鉄道である。現在、旧ボストンオールバニ鉄道の路線を CSX トランスポーテーションが所有し、旧セントラル、バーモント鉄道の路線は、ニューイングランドセントラル鉄道が所有している。マサチューセッツセントラル鉄道は、市内で2本の道路と交差している。 アムトラックの旅客列車、レイクショアリミテッドとバーモンターがパーマーを通過するが停車駅はない。パーマーユニオン駅には現在、スティーミングテンダーレストランが入っている。ありがとうございます。